こんにちは、台湾観光親善大使目指すマンです。久しぶりに横浜中華街に来ました。今回はこちらのお店に行くのが目的です。いいですね、早速移動します。はい、ということで到着しました。私はこの10番のメニューを注文しました。カウンター席で料理が来るのを待ちます。狭そうに見えますが、席の後ろはそこそこ余裕を持って人が歩けるぐらいのスペースはあります。ちなみに2階にも席があります。料理ができたようです。美味しそうですね。ですね。いただきます。実はトマト味の二郎麺は初めて食べます。ちょっと辛いですね。トマト味の二郎麺は全部そうなのでしょうか。あと、パクチーが結構強めですね。私は全然問題ないですが、苦手な人はきついかもです。麺に入っている具ですが、チンゲン菜はかなり大きいです。確かに大きいですね。こんな塊で出す意味ある？という感じではありました。牛肉は適度に噛み応えがあります。あまり柔らかすぎても食べている感じがしないので、少し硬さが残っているのはいいですね。ルーローファンを食べてみます。こちらは想像通りの味です。甘いタレが麺の辛さとは対照的で、箸休め的な存在としてとてもいいです。口の中の辛みが取れ、リフレッシュされました。そして最後にタケノコをいただきます。ごちそうさまでした。お腹もいっぱいになったので、少し中華街を散策します。マソ廟に来ました。リアルに10年ぶりぐらいに来たと思います。こういった建造物を見ると台湾が恋しくなりますね。続いて関帝廟に来ました。こっちは多分初めて来たと思います。まだまだ中華街を散策するのですが、一旦ここで動画を切ります。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。